はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は、ビールですね。これは発泡酒か。朝日の、カシスビーアカクテルというね、限定出荷。かなり、ちょっと半年ぐらい前のやつなんだけどね。賞味期限が2016年の11月となってて、2ヶ月前のやつです。賞味期限がね、忘れていたというやつです。原材料が、麦芽とホップと糖類とカラメル色素とカシスリキュールと、酵母エキスと大豆タンパクと、酸味料と香料とアントシアニン色素と甘味料です。アルコール度数4%。麦芽使用率25%未満。そして無果汁となっております。あ、多分これビールに、カシスビアだから。まあ、カシスを加えた。いわゆるカシスオレンジのカシスビールみたいなもんか。乾杯。これはあれだ。甘味料使われてるから。あ、まずい。めちゃくちゃまずい。あ、甘味料の味がする。まあ、味としては、まあ、甘味料の甘さがなければ、そこそこ美味しいんだろうけど。まあ、ビールの甘いビールの。まあ、カシスが入ってるから。カシスリキュールが入ってるから、まあ、甘い。まずい。とりあえず、甘味料が入ってる時点でまずい。というのは明白です。お、もう1月31日か。もう2月ですね。まあ、コク、甘みはほっこそこそこ。香りもそこそこ。まあ、まずい。これはまずい。けど、まあ、って感じか。3442です。ご視聴ありがとうございました。